はい、皆さんこんにちは、まみです。今日は意外と結構質問にあるアメリカ人の旦那さんは何を食べてるのっていう、質問の答えを皆さんに動画にして見ていただければなと思います。月曜日はこのルーミックで作ったミートソースのパスタが彼のディナーでございます。はぁ、あ、じゃないや、なんでハァなの。はぁ、あ、美味しそうですね早くあ、美味しい あ、いい香りがしますって言ってNot bad. なんで not bad? なんで too good, right? ママ。なんでママなんだよ。見るからに美味しそうでしょ。ママ。ママじゃない。はーい。と言いながらばっかっつり食べてます。火曜日。また。月曜日の残りのパスタを食べてくれています。そういう意味ではとても楽です。ありがとう。そして混ぜてしまったのでちょっと見栄えがこんな感じですが、味はさらに美味しくなっているでしょう。はい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 。今日は天野フーズの畑のカレーを作りました。というか、フルを注いで60秒。こんな感じのカレーでございます。おいしい？スープカレー。今日はフランス亭のこの中辛ビーフカレーとチキンライスでございます。今日は木曜日です。やはり2日連続カレーなのですが、嫌な顔せず食べてくれるのは本当にアメリカ人の旦那さんとしてありがたいですね。どうですか？どうですか？おいしい？美味しい。金曜日のディナーはホットドッグとコスコのポテトサラダになります。意外とこんなシンプルメニューなんですが、彼のお気に入りメニューの一つです。土曜日のメニューはハンバーガーお手製です。珍しくお手製です。はい、そしてスイートポテトのフレンチフライになります。ではどうぞ。おいしい？ Not bad. どうですか？おいしい。なんか美味しくなさそうな感じだけど、でもかなりボリューミーな感じです。はい、今日はいよいよ日曜日のディナーでございます。今日はレタスがまたなかった。同じハンバーガーなのですがレタスがなかったのでダブルトマトになりました。はい、どう？もう慣れたって感じですね。はい、以上1週間のアメリカ人のディナーの動画でした。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくって。よろしく